にちは、かっちゃんです。いや、ということで今日は以前東京駅で食べたことがあるんですけど、カルビープラスってとこにじゃがりこ味のフライドポテトみたいなポテリコってやつがあって、それを今スシローさんで期間限定、数量限定で食べれるみたいなんですけど、前東京駅で食べた時にすごい美味しかったので、あの味をちょっと思い出しながら今日は自宅でオリジナルポテリコを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。人参、皮を剥いた人参を細かく切り、耐熱容器に入れラップをかけ、電子レンジで3分ほど加熱して柔らかくしておきます。じゃがいも、皮を剥いたじゃがいもを細かく切り、耐熱容器に入れて少し水をかけラップをし、電子レンジで10分ほど加熱し、じゃがいもを柔らかくしておきます。じゃがいもが柔らかくなったら、フードプロセッサーにじゃがいもを入れ細かくしていきます。フードプロセッサーがない場合はマッシャーなので細かくマッシュしてください。ある程度細かくなったら、片栗粉大さじ3、塩コショウ適量、コンソメ大さじ1/2、牛乳大さじ2を加え、さらに混ぜ合わせていきます。全体がペースト状になったら、ボウルに移し替えて柔らかくしておいた人参と乾燥パセリを加え混ぜ合わせていきます。ここでちょっと味見をして、ちょっと薄いなって感じたら、ここで塩コショウを足してください。生地を混ぜ合わせたら、表面に片栗粉をまぶしながら棒状に伸ばしていきます。じゃがいもを形成したら、仕上がりの形をきれいに残すために一旦冷凍させていきます。あっ、てってって、あレンコンのハサミ揚げ。なんですか？無心。大丈夫？あれチラ見。はい、では今1時間経ってしっかりと固まったので、150度の低温で中までじっくり火が入るように揚げていきます。最初触ると崩れやすいんで、周りが固まってくるまで触らずにこのまま揚げていきます。火が通ってくるとこういう感じで浮いてくるので、焦げないように様子を見ながら少しずつこう回転させながら揚げていきます。お味がいかに、うん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 、あ、うんうん、あれ本郷博格マフ。ちょっと浮いてきたら油の温度を上げると綺麗に上がりますね。はい、では今こんな感じに揚げ終わったので、てれん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 、本家のじゃがりこじゃがりこと、ちょっとね、刺したかったんですけど、いい具合の大きさの容器がないので、なんかこのスタバのシーンカップを使います。ポテリコをこう立てるように置いていきます。めっちゃちょっとしか入らない。まあ、こういう感じで刺すか。じゃあこれが最後の一本かな。よいしょー。てやっ。はい、ではこんな感じで、ホクホクで美味しいオリジナルポテリコの完成です。できました。はい、では今回はカルビープラスと最近スシローで販売されているポテリコを再現して作ってみました。それでは本日はスタバコーヒーで乾杯。カップがもろスタバですいません。じゃあ早速いただきましょう。ポテチ専用つまみでね、いただきましょう。うん、じゃがい、
ちょっと片栗粉入れたんで、本気のやつよりもちっとしちゃってる感じもあるんですけど、中の芋のホクホクした感じと、塩コショウコンソメだけですごい本家っぽい味に仕上がると思います。最初ちょっと弱火で揚げてから、強火で揚げると綺麗に揚がったんで、強火にしてたんですけど、これ二度揚げした方がいいかもしれないですね。高温で二度揚げして、外側をカリッとさせると、もっと本家っぽくなると思います。でもまあこれはこれですごい美味しいです。材料もじゃがいも、片栗粉、人参、パセリっていうすごい手軽なもので作れるので、おやつなんかにもいいと思うんですけど、すごいお酒のあてとかにもなりそうなので、ちょっとなんか食べたいなって時にすごい簡単に作れるんじゃないかなと思います。東京にあることしか知らないんですけど、結構ね、あのカルビープラス、東京行った時は結構帰りに東京駅にあるので立ち寄りますね。なんか期間限定なんでまだ残ってるからですけど、ちょっと作るのめんどくさいなって人はぜひスシローさんに食べに行ってみてください。これも食べとこう。はい、ということで今日はスシローさんで販売開始したポテリコを再現して作ってみた動画でした。ちょっと外のカリカリ感が薄かったような気もしますけど、味はそれっぽくすごい美味しく仕上がると思います。ほんと簡単な材料ですごいおやつにもなるし、ちょっとこうお酒のあてにもなりますし、スシローさんでも期間限定で販売されてるみたいので、気になる人ぜひ作ってみるか食べに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイポテリコー。これはビール飲みたい。